親知らずに来てます。昔はここの道というのは親知らずというぐらい、こう要は新潟から富山の方に抜けるときに海岸線沿いを歩かなければいけなくて、干潮時ですね、道が潮が引いてるときには通れたんですけど、それを越しちゃうと、ね、どんどん水が出てきちゃうので、結構難所の一つですね。今でも高速道路が今ちょっとこう見えてて分かると思うんですけど、海沿いに出てるんですね。なのでこれがちょっと土地がないっていう感じなんですけど、で今ここの海岸はですね、なんか良ければ翡翠が転がってるらしいです。どれが翡翠か分かんないですけどね、これか分かんないですけど正直なので、まあ翡翠っていうとこれは翡翠なんですけど、これ格好してあるんですね。これ翡翠ですけど、あと翡翠を販売してる加工所とかもあるんで、お土産いただきたい方はお土産のところに行ってください。ここそこに見えるのは鬼が蹴ったと言われている鬼蹴り岩ですね。ぜひぜひちょっと翡翠を求めて頑張ればあるかもしれないっていう話なんですけど、あ、どうでしたかね。多分ね、半分ぐらいの人は、ね、翡翠を見てるかどっちかですけど、私もちょっと探してみたいと思います。私はまあ翡翠を見ているのであれですけどね。向こう側に佐渡があるんですけど、佐渡ですか。こういう石の中に、翡翠っぽいのがあるんですね。これは翡翠じゃないと思う。